テレポビズ興味深いサイエンスニュースをお伝えする理系通信。今回のテーマは太陽光発電です。皆さん、海や池などの上空に太陽光パネルをバーって貼ったら一体どうなるんだろう、みたいな空想をですね、一度はしたことあると思うんですけれども、今回はまさにそんな研究です。アメリカのカリフォルニア大学サンタクルーズ校などの研究チームは、運河を太陽光パネルで覆えば経済的にメリットがあるなどとする研究成果を発表しました。イメージとしてはですね、この背景にあります研究チームが作った CG のような感じです。で、今日はこの研究成果についてコンパクトにお伝えします。で、ちなみに運河と聞くと、今話題のスエズ運河のような巨大な船が通るところというイメージが湧くと思いますけれども、今回太陽光パネルで覆うのはこんな感じの、灌漑用というか農業用の運河が対象となります。で、この運河を太陽光パネルで覆うという発想、突飛に聞こえるかもしれませんけれども、すでに導入しているところがあるんです。こちらですね、インドのグジャラート州というところの写真なんですけれども、太陽光パネルの下を見るとご覧の通り運河が通っています。海外メディアによりますと、2014年から試験的に始まったということで、今やインドでは他の地区でもプロジェクトが複数立ち上がっているということです。ではそもそも運河の上に太陽光パネルを設置するというアイディアに一体どんなメリットがあるのか、皆さん何か思いつくものありますでしょうか。4つほどメリットを考えられまして、まず1つはですね、パネルを設置するための土地を購入するコストとか手間を省けるという点ですね。で、2つ目ですけれども、水資源の確保につながるというところです。これどういうことかというとですね、運河に直接太陽光がこれ当たらなくなりますんで、当然蒸発する量も減りますよね。世界ではたびたび干ばつが問題になる中で貴重な水を確保できるというわけです。そして3つ目は、水の中にできる雑草の繁殖を抑えられるというところで、これによって運河をメンテナンスするコストが低くなるということです。そして4つ目ですけれども、発電効率がアップするというところなんですね。これどういうことかというとですね、太陽光パネルは実は熱くなりすぎると発電効率が下がるんですね。で、水辺というのは基本的には気温が低いので発電効率を高められるというわけです。というようにですね、いろんなメリットが考えられるんですけれども、一方で大きな懸念はコストですよね。例えば先ほどのインドの写真では、運河にまたがるように巨大なトラスと呼ばれる構造体が設置されています。で、このトラスなんですけれども、今私がいる配信スタジオにも実はありまして、こんな感じです。これですね、値段は言えないんですけれども、これびっくりするぐらい高いんですよね。本当にびっくりしました。で、このですね、コストという課題がある中で、果たして先ほど挙げたようなメリットがそれを上回るのかどうかというのをですね、研究チームが詳細に分析しました。分析対象はカリフォルニア州の運河です。ちなみにカリフォルニアの運河ネットワークというのは世界最大規模だそうです。で、この図にある黒丸で表された8つの異なる地点で、運河の上にパネルを設置した場合と、運河の近くに通常通り地上にパネルを設置した場合とを比較しました。なお、運河の上に設置する方式は2パターン想定しまして、1つは先ほども言及しましたトラス式です。で、もう1つは右側のケーブル式です。吊り橋のようなサスペンションケーブルで支える方式とのことです。さて、分析結果はこちらです。パッと見ではわからないと思いますけれども、これ棒グラフの束が8つありますけれども、これは先ほど説明した異なる8つの地点での値を表しています。そしてそれぞれの束の左、中、右の棒グラフは、左が地上に設置した場合、そして中が運河の上にトラス構造で設置した場合、そして右が運河の上にケーブル方式で設置した場合を表します。で、これ縦軸は何を表すかというとですね、 NPV とよく表現される賞味現在価値というものです。で、この NPV っていうのはですね、投資によってどれだけの利益が得られるのかというのを示す指標でして、このプロジェクトは投資する価値があるのかな、ないのかなというのを判断するときによく使われるものです。なので大きければ大きいほど当然いいわけですね。では結果どうなってるでしょうか。まず分かるのは、各地点で真ん中の棒グラフ、つまりトラス式で運河の上に設置するものは、これ NPV 低くなってますね。やはりですね、トラスのコストがネックになって、プロジェクトのトータルで考えると普通に地上にパネルを設置した方がいいという結果になっています。一方で、左中右のうちの右の棒グラフ、つまりケーブル式は全ての地点で NPV が最も高くなってますね。
ケーブル式だと地上に設置する場合より NPV が 20% から 50% も向上するという結果になっています。まあ、もちろんですね、ケーブル式であっても設置コストは地上に設置する場合に比べればもちろん高くなりますけれども、冒頭に説明したこれらのメリットを考慮すれば、まあ、運河を太陽光パネルで覆うという発想は経済的に合理的だという研究成果になっています。研究チームは論文で、今回の研究成果は運河をほったらかすという慣習を覆し、太陽光発電にとって最も経済的な場所についての理解を深められたと述べています。まあ、もちろんですね、まだまだ検討すべき課題はありまして、例えばですね、運河に生息している、まあ、野生生物ですね、これどうなるんだと、これへの影響はどうなるんだというのはこの論文では分析されていません。またですね、運河の上っていうのは当然湿度は比較的高くなりますので、それによってパネルが腐食したりするというのが懸念されます。この点論文では、カリフォルニア州の気候では湿度によるパネルの信頼性の問題は生じないだろうと述べられていますけれども、同時に経年劣化に関する長期的な研究が必要だとも述べています。まあ、というようにですね、課題はまだ残されているんですけれども、注目すべきはこの研究はカリフォルニアを対象に行われたという点ですよね。あのカリフォルニアといえば2035年以降のガソリン車の販売禁止を去年9月に打ち出すなど、環境規制において世界をリードする存在ですし、あの電気自動車だけでなく太陽光発電事業も手掛けるあのテスラが本社を構えているところでもあります。まあ、そんなカリフォルニアで、まあ、運河を太陽光パネルで覆うという発想が経済的に合理性があるんだ、まあ、つまり金儲けができるんだという話になれば、まあ、一気に投資マネーが流れ込んで実現に向かっていく、そして日本を含めた世界にその影響が波及していくという可能性はあるんではないでしょうか。ちなみにですね、日本ではこんな例があります。これはですね、埼玉の桶川市にある調整池に設置された太陽光パネルです。ご覧の通りですね、水面にパネルを浮かせた形ですね。あの運河みたいに水の流れがあったら、まあ、こういう方式は厳しいでしょうけれども、まあ、水の流れがない場合はこういう発想もあるわけですね。今後運河や池、ダムなどの水場が太陽光発電所としての役割を果たす、まあ、そんな将来が来るかもしれません。以上、理系通信でした。テレ東ニュースとテレビ東京ビジネスオンデマンドはこの春テレ東ビズに名称を変更します。これからもテレビ東京の経済ニュースやマーケットコンテンツをより力を入れてお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。